おはようございます。本日も火山一条から速稼塾の久保がメッセージをお届けします。今日のメッセージタイトルにあったんですけど、金銭感覚狂ってませんかって話なんですよ。どういうことかと言いますと、よく言う、よく皆さんが聞いてる金銭感覚狂いの話では当然ありません。もうね、最初から事例から申し上げますと、こういうことがあったんですよ。ある主婦の方が友達のですね、やってるお店から帰ってきたんですよね。友達のやってるお店で帰ってきた時に商品広げながら、いやー、いろいろ安くしてもらったの、安くさせたのって言い方だったですよね。まあ友達だからね、安くさせたの、これこんなに得したわとか言ってね、みんなで喜んでるんですよ。そこでもう金銭感覚狂ってるなと私は思うわけなんです。それは何かっていうと、人がその友達がですね、お店をやってて、もう正当な利益を乗せてるものに対してですね、もう負けさせたと。友達関係っていう、もう弱みにつけ込んで、要するにね、変な態度したらもう来ないわよっていうのを匂わしてるわけですよね。そこにつけ込んで負けさせたわけなんですよ。じゃあその、女性の方は友達の店、友達にですね、もうダメージを与えてるわけなんですよね。友達からもう言ってみれば、お金を、利益を盗んできてるわけですよ。それで自分が得をしたから喜んでいて、そこの周り囲んでる人も安くするからいい人みたいになってるわけですよね。その友達のお店どうしますかってことなんですよ。一回負けたら次もその価格がスタンダードになりますから、もう倒産に向かいますよね。で、実際我々が暮らしてるこの街っていうのはそういう倒産が起きてるんですよ。で、いやー、いい店だったのになくなっちゃって残念ねーの一言で終わらせるわけですよね。さあ誰が潰したんですかね、これ。顧客なんですよ。顧客の中でも、もう価格が設定されているものに対してですね、もう販売者が妥協して妥協して、お客様の懐に優しいようにっていうふうに、せっかくつけてくれたものに関して、弱みにつけ込んで客という立場を利用して安くさせる。利益を減らせると。ランニングコスト出なくなりますよね。で、そこのお店なり会社なりが、なんですかね、過払い残業とかね、不払い残業をね、してるところ、休日出勤してるところを見て、ブラック企業だって言ってるんですよ。誰がそのブラック企業を作ってるんですかってことですよね。誰が作ってると思います？これ金銭感覚の狂いですよね。金銭感覚が狂ってるんですよ。人から買うときはなるべく相手に損をさせよう、損をさせようと思うわけですよ。そして、損をさせたものを自分の得だと思ってるわけなんですよ。さあどうでしょうか？皆さんもこういうことを体験されてませんか？もしかしたらご自身でいいことだと思ってやってるかもしれませんよね。値段を安くさせたのがいいこと。そうではないと思います。そうではないんですよ。私はね、ここで結論として、こういう気持ちでやってもらいたいというものがあります。あなたが大好きな人、恋人、もしくはこれから恋人にしようかと思う人に、プレゼントを差し出すとしますよね。そのプレゼント、いや、気に入ってくれるかな、もらってくれるかなってドキドキしながら、渡した。その人が、あ、ありがとうって言ってもらいますよね。ああ、よかったって思いますよね。支払いってそういうものなんですよ。受け取ってもらってよかったと。お金を支払いました。受け取ってもらってよかったと。それがですよ。もう、すみません、今これしかないんで、これしか払いません。っていうのを押し通そうとして、それで安くした金額を受け取ってもらってよかったっていう金銭感覚の狂いが始まってるんですね。で、これが常習化すると受け取れませんって言われちゃいますよね。じゃあ大好きな人に何かプレゼントをあげようとして受け取れませんって言われたらどう思いますかってことなんですよ。これが金銭感覚が戻ってくるってことなんですよ。それちょっと受け取れねえよ、ちゃんと耳揃えて持ってこいよっていうのが普通なんですよ。普通です。ですから我々はですね、金銭感覚の狂いに対してもう完全に使い方がおかしいんですよ。金銭感覚の狂いって何かって言ったら、価格を提示されたものに対して値切ることではないんですよ。その正当な対価を支払って喜びで感謝で受け取ってもらうと、販売者に受け取ってもらうってことが金銭感覚が正常になったってことです。まあましてやですね、負けさす、分割にさす、後払い、期限を守らない、これ金銭感覚もう大狂いまくりです。大狂いまくりと。じゃあ締め切りを守らない、支払いの締め切りを守れない人が儲けてますか、ビジネスうまくいってますかってことですよ。うまくいってますか。支払うのはね、もらうより自分が行動できるんで簡単なんですよ。もらう方ってのはくれなかったりするんですよ。だからもらうのは難しいです。でも支払うのはポンと払えるわけですから、やっぱ簡単なことからやっていかないといけないですよね。で、ここに入ってくるのは金銭感覚の、その正常化を貫き通す意思、マインドセットです。もう
食えなくても払うみたいな感じですよね。まあ実際そこまでする機会ってのはないと思うんですけども、昼飯を抜いてお金を貯めていくとかですね、もう本当に明日までに払わなくちゃいけないと思ったら、どんな恥をかいても土下座をしてでもお金を集めてくるわけですよ。それこそですね、一発芸をして500円もらうみたいなことをしてでも支払いに間に合わせるっていうのがビジネスマンの金銭感覚ですよね。そうではないですか。まあ今日はですね、こういった金銭感覚についてレクチャーを差し上げました。今日のね、これはもうちょっとマスターマインドのちょっと一部なんですけども、この金銭感覚についてご感じになったことがあったらまたコメントをお寄せいただければ幸いです。支払いは綺麗に、支払いはごにょごにょごにょとまあね、綺麗にお金をね支払っていきましょうということでございました。今日もありがとうございました。